このゲームやります。今回はベヨネッタがいいかな、まあ、強いし。この国では王は家柄ではなく5年に1度の剣の決闘大会で決まる。名門の剣道場で唯一の女であるベヨネッタは、女は王になれないとどんなに笑われてもいつか来るその日を夢見て、まあ、ルロイはそういうな、まあ、一応俺様キャラ、女はここにいらないんだよ、どうせ王にはなれない、お前の練習は無駄だ、だから、で、おい聞いてるのか。聞いてないけど、ルロイいけませんよ、またベヨネッタさんをいじめていますね。いじめてるのかそれ。まあ主人公は無視してみますけど。いいですか、夢に向かって努力することに男女の区別はありません。ベヨネッタさん、私はあなたの味方ですからね。困ったことがあればいつでも言ってください。私にできることなら何でもしますから。うん、そう、じゃあ私今あなたのパンツが見たくて困ってるんだけど、見せてくれる？え、あのそういうことは、いけません、引っ張らないで。あ、主人公引っ張った。いじめられてんのはどっちだよ。そうですね。あ、東、お前も女はいらないと思うよな。くだらん。相変わらず付き合いの悪いやつだ。今回は、誰も攻略しないで、ひたすら丹念に、勤しみたいと思います。優勝はベヨネッタ！新しい君はベヨネッタだ！決闘大会で優勝したベヨネッタは、ついに、この国で初めての女剣王となった。結婚を申し込みに来た男たちは、すべて地下室へと通されたが、裸足で逃げ出す者もいれば、そのまま帰ってこない人もいた。一説によると、ここで彼女専用のハーレムを作っていたという噂があり、毎晩違う男の悲鳴が響いていたらしいが、これもまた噂に過ぎない。ハッピーエンドじゃないか。ルロイじゃない。覗きか。相変わらず趣味が悪いな。なんだ、キャーエッチーとか言わないのね。誰が言うか、俺を何だと思ってる。それでな、俺はあいにく見られて恥ずかしい体はしてないんだ。あ、そう、なんだその反応の薄さは。それよりいいのか、こんな誰もいないところで男と二人きり。その自分の身を心配した方がいいんじゃない。この主人公だぞお前。そんな無防備な顔して何されても文句は言えないよな。あら、無防備なのはそっちの方でしょ。そんな文字通り丸裸で、私の方が武器も持ってるんだから、あなたのそれだって簡単に切り落とせるけど、消しかけたのがそっちなら文句は言えないわよね。冗談でもそういうことを言うな。言っていいことと悪いことがあるぞ。ビビっちゃって可愛いわね。何が可愛いだ、ジロジロ見るな変態。あ、キャーエッチ的なこと言った、言ったよねこれ。勝負が始まってすぐお前に睨まれた時には身がすくんだ。まさかこの俺が、お前魔女の素質があるからじゃないの。終わった後に乱暴された時はお前を一生許さないと心に誓った。だがその次も、勝負に挑むたびお前の視線を浴びると震え上がる自分がいた。その後にもまたひどい仕打ちを受けた。まあ3回も受けたよね。俺はただ剣王になって家を救いたいだけなのに、こんな奴に負けて、こんなに冷たい目で見られて興奮したんかい。お前に見つめられると興奮状態になる自分がいた。やっぱりマトだったんかい。どうかそばに置いてくれないか。このまま一人で祖国に帰る勇気がない。可愛いところもあるじゃないか。そうだったの、よしよし。なんか甘えん坊になったん。なったの。そこまで言うならそばにいさせてあげる。顔がいいから。顔が悪いとダメだけど。体が悪いでもダメだけど。敬語になったね。おとなしくなったね。これからいっぱい可愛がってあげるわ。泣き虫で可愛い私のルロイ。クラン。あら、クランじゃない。ベヨネッタさん、あわわ。なんだ、あなたも水浴び？今日は暑いから考えることはみんな同じね。あの、あまり見ないでください。あ、こういうの好きだわ。
いいじゃない、減るもんじゃないんだから。うー、やめてください、もう上がりますから。あの、服を取ってもらえませんか。そのあたりに置いてありますので。あら、こんなところに服を置いておくなんて不用心ね。山賊に取られたらどうするの。罰として下着を没収するわ。こ、困ります。まあ確かにノーパンで返すのはかわいそうね。じゃあ私の下着を交換しておくわ。何のプレイだ。はじめは関わらなければ大丈夫だと思っていたのですが、積極的に話しかけられるとどうも心が傾いていくのを感じました。このままではいけないと思った私は、あなたに勝負を挑むことにしました。勝負をして負かしてしまえばもう近づかなくなるだろうと。それは失敗に終わりました。それどころかあなたは私に耳攻めとか指を吸わせるとか指輪かとかとても驚き、心がかき乱されました。はっきり言うと、このセリフ一周目見た時、ここ一番、ちょっと一番笑った。何これ、自分で言うんかい。もう我慢できそうにありません。私の体を好きにしてほしい。やっぱり女攻めゲームだ。女攻め的に素晴らしい告白だ。あ、そうだ、手をつないで帰りましょうよ。それならはぐれなく済むわ。手を。あら、いやかしら、女と手をつなぐのが怖かったりして。うん、俺に怖いものなどない。しかし手をつなぐというのは何。よく、ああ、こういうキャラか、好きですね。あら、まあ、ふふふ、そんなのできてから考えればいいわ。な、ほら、早く 手出して。俺にその気はないぞ。服の裾をつまむくらいで許してもらえないだろうか。かわいい、かわいい。腕を振りほどこうとはしなかった。離れろ。ほほほ、ニヤ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 。何も知らないと思ってバカにしているのだろう。こうも面白い。なんだよ。初めて主人公がこんなにちょっと動揺したんじゃない。主人公のセリフに初めてびっくりマーク、はてなマーク出たんだろう、これ。それ、へーだわ、これ。まだ腕を組んでいるだけだ。服すら脱いでいない。しかし、悪魔の目は本気だった。これも。もちろん約束を守るつもりのない私は、早速引き締まったお腹を触る。そりゃそうだな。今触らないと言っただろう。いやらしいよね。これはやらしい体なのか。不思議そうに自分の体を見る。そんなにいやらしい体してたら女の子に襲われちゃうわよ。ならばどうすればよいだろうか。え、これかわいすぎじゃない。そうね、例えば街に出かける時なんかは私と一緒にいればいいわ。守ってあげる。そうか、出かける時は同行を頼む。今まで剣のことしか頭になかった。女と接することなど修行の邪魔だとしか思っていなかった。初めて負けて触れられた時、混乱してその夜は寝つけなかった。スバルの俺を見下した目つきがいつまでも頭から離れなかったんだ。次の日から毎晩夢を見るようになった。スバルの夢だ。あの時のように打ち負かして俺を。スバルに対しての悔しさはいつしか憧れのようになって、自分でもこれが何なのかわからない。ただこの気持ちをスバルに伝えなければならないと思ったんだ。あら、私のこと好きになっちゃったのね。そうなのか。もしかして恋をするのも初めてなの。それじゃあなおさら私が責任を取ってアズマを恋人にしてあげなきゃね。やっぱりアズマの時の主人公一番優しい。恋人。そうよ、これからは夢じゃなくて現実でいっぱい楽しいことしましょうね。ふつつかものですが、
よろしくお願いします。もうそれはちょっと早いわよもう結婚する気でいるわこいつ。まあ素晴らしい女攻めゲームでしたね。まあ最終的にやっぱりアツマの方が一番好きかもね。